どうも、フィッシャーズシルクです。ナホです。元木。笑ってはいけない、ニー文字ー、イエーイ。ニー文字？iPhone のアップデートによってできたんですけど、アニ文字って散々僕ら動画にしたじゃないですか。まあ、そうですね。ジャーキー。あ、ジャーキー犬ね。アニ文字っていうのがそもそも何かという話なんだけど、Face ID っていうのを iPhone X にね、登録すると、顔の動きに合わせて絵文字が動いてくれる。今回やるミー文字っていうのは、自分で人の形とかを作って遊べる。このミー文字、僕とあのマサイで作ったんだよ。うわ、絶対やばいやつじゃん。まだミー文字というもの一回も見てないからね。そう、見てない、見てない。鼻、目、髪型とか全部決められる。やっていきましょう。おー、はい。あ、そう、笑っちゃダメです。いくよ。うん。ミー文字、スタート。ちぐにくん、久しぶり。ベロ。え、前ベロあったっけ。くれないにそうだった。しげくにくん、ん、何か食べたい。ジャーキーあげる。ジャーキー、こっからミー文字になるから。あ、あ、そっか、君アニ文字だもんね。俺はアニ文字だからね。皆殺しだ。皆殺しだ。はじけすぎだろ。どうもこんにちは、ドドリアです。フリーザ様。ドドリアさんあれだよね、ドラゴンボールのキャラクターだよね。そう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 、ドラゴンボールでおなじみのフリーザ様の側近ドドリア。瞳が綺麗だな。純粋無垢なの。お前らドドリアだけだと思ってない。え、な、他にもいるんですか。はい、クルーンです。絶対視力いいじゃん。長生き位置もびっくり。目閉じたら完全にプルーンですよ。いきます。ちなみに視力はいいの34で。あ、はい、ちょっと変われって言われたから行くわ。うん、うん、バイバイ。仲いい。仲いい。うわ、うえー、どうもグレタ地蔵です。うえー、サーフィン。うわー、祈れ祈れ。お賽銭しろ、金出せ。おはようございます、パーリーピーポー。おはようございます、パーリーピーポー。さっきサーフィンって言ってたけど、うん、地蔵さんサーフィンやられるんですか。いい波乗ってんね。今時っすね。今時、地蔵昔のもんだと思ってるでしょ。古くからなんか古来から伝わっているものだと思ってるでしょ。そうですね。大間違い。結構重たいから、サーフィンでポチャンってなったら上がってこれないんじゃないですか。上がってこれん。重いから。そこは俺も覆せてね。日本全国に地蔵がいっぱいあるのにグレてるやつがいないのよ。流行るよね。他になんか地蔵の仲間いるんですか。あ、いるよ。パンティの、あ、いるいるいる。カサジーゾーってやつがいる。カサジーゾー。あ、表記はローマ字なんですか。そう、なるほど。カサでジーゾー、 ZI-ZO。 ジーゾー。地蔵さんたちの中のなんかこう流行りとかって何があるんですか。祈り祈り祈り。手合わせたら目つぶる。祈り、スタート。奥歯です。奥歯。奥歯、奥歯、歯ぐきと奥歯。あ、はじめまして奥歯さん。どうも、はじめまして奥歯です。永久歯をみんな大切にしよう。どうりでそんな大人なわけだ。大人の歯というわけですね。そういうこと。奥歯さんは虫歯さんではないんですか。何それ。俺の奥はそんなぐらついてね。落ちちゃう。歯は大切に。お、バーン。え、なんか初めまして。怖い。え、なんか増えてる。バーン。バーン。びっくりした。おまけさん前いなかったよね。ガッ。お前ら目を閉じろ。中の人出てきちゃったよ。おめえだったんすか。わあ。お化けの中の人です。裏飯。いやー、普段は何やられてるんですか。
ある夏のジメジメとした日だった。山道には街灯が一本もなく、おびただしい数の虫が飛んでいた。車通りも少なく、人なんかいるはずもなかった。我々ご一行は、我々ご一行、どの目線で喋っていいのかわからなくなった。どうもお化けでーす。これ人間だったら怖い話だね。私たちにとっては普通の話だからね。よろしくあ、よろしくお願いします。怖いでしょ、ペースが。お名前は何て言うんですか。誰も知らない廃墟、石鹸みたいな色の俺でーす。やったー。これ死んでからじゃないですよ、もともとです。ある肌寒い夏の夜、神社にある男性が来てませーん。来てませんよ。夜に神社に人は来ねー。来ねー来ねー。やっぱ怖い雰囲気っていうのは作っていかないといけないからね、はい、あれお化けたちも分かってやってるから。そうそうそう、人間が怖がるだろうなと思って、わざわざ何もないところで音出したりするわけよ。例えばこれよ。この部屋だから別に何とも思わないでしょ、うん、山道聞こえたらどうする。誰か言うのかなと思いますよね。ある肌寒い夏。早かったねー。音出るの早いねー。途中なのに。本望です。あらうわうん、泣かないで、よしよし、よしよし、泣かないで、はいストップ。そのよしよしってなんなん。文句言われた。足足ってある。やっちゃいけないこと足足、うん、やっていいなってことはよしよし、うん、ね。いい時には褒める、それはいいわね。赤ちゃん泣くのが仕事でも、よしよしって言って止めんなよ。仕事なの。泣かないでねって今言ったよな、泣かないでって言ったよな、うん、仕事なのよ。悲しんでると思ったから。めっちゃ歯生えてる。嘘だろ。赤ちゃんが大変失礼なことを言いました。謝罪いたします。大人の歯。ごめんなさい。大人だ。イエーイ。イカスミパスタです。イカスミパスタさん、うん、ほら、お皿からこぼれてんの。ひっくり返しちゃったんだね、誰か。イカスミパスタかけられた人ではなく、イカスミパスタです。アバター。アバターな。アバターさんですか。目を閉じなさい。そんだけかよ。ほら、皆さん目を開けて。どうも、私は誰でしょ。なんか音楽の先生とかですか。これ当てた人、貴重な効果をあげる。私は誰でしょ。モッファ。モッファ、は。私は誰でしょ。納豆。10円玉です。10円玉の、よく見てもらえばわかるけど、10円玉の10の下に葉っぱみたいなのがあるの。あ、あいつ、あれあるね。あそこです。下にフワフワってなってるやつ。フワフワってやつ。逆さになって十って入るの。だから正式な位置はちょっと難しいな。あの逆さまになりたいんだけど。できない。その角度ないんだろうな。うん。出身はレペゼン日銀。大変じゃないですか、10円玉って。自動販売機の下によく落ちて。悲しいですね。悲しい。なんか悩みとかって他にあるんですか。スクラッチに使われすぎて汚くなるのが悩み。なんで私ばっか使うな。削るものじゃない、支払われるもの。何かに生まれ変わるんだったら何になりたいんですか。500円。あ、やっぱ夢なんですね。500円玉は高価の中でもとってもとっても夢なの。え、どちら様ですか。グレタウンコ。いかがだったかしら、ミモジ。うん、あんたタケルじゃない。いや、タケルじゃないです。あれ、シゲル。いや、シゲルでもないです。あ、違う。はい、ナホです。あれ、ナホ。はい、カメルーン出身。から始まるから。いや、違います。違うの。違いますけど、ナホって言います。ナホ、ミーモジさんたちがいっぱい遊びに来てくれるんで、うん、おしゃべりしてたんですよ。
あ、そうなんだ、はい、さっきうんちの人と話したんですよ。はに？うんちの人？うんちなんて汚い言葉使うんじゃありません。あ、はい、ごめんなさい。ん？通信簿見して。通信簿？うん、僕もう学生じゃないんですよ。あれ？働いてます。そんなに大きくなったの？はい。しげる、しげる、そんなにいつの間に大きくなったんだ？何歳？24歳でけーしげる？うん、しげるじゃないけど、まあどっちでもいいよ。しげる聞こえてる？うん、しげる聞こえてるよ。しげる、しげる、おばあちゃん、しげる聞こえてるよ。しげる、もう俺らも呼ぼ。しげる、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 しげるさんですか？しげるさん、しげるさん、お、あ、すいません起こしちゃって。しげるさんですか？目玉焼きです。目玉焼き、バランス、バランス悪いな、この目玉焼き、バランス悪いな君が大体こうなるでしょなる。しげるさんですか？嘘だろこいつしげるで会ってほしくないんだけど。どちらさんですか？しげるです。あ、お前か、お前か。一番最後に一番おもろくないやつ出てきました、しげるです。マジかよ、嘘だろ。今見てる視聴者さんもどう、王者に出てくるのかなと思ったでしょ。みんな、世の中そんなうまくいかないから。怖え、ね、で、しげる怖え、こいつうぜえな、ね、あのババアももうちょいだよ。うわ、悪いやつだ。おばあちゃんはな、お前のこと大事に思ってたぞ。お前のことしげるしげるって呼んでたよ。だって俺がしげるだからね。動画見てくれてありがとう。みんな楽しんでくれたかな。説明欄に Twitter セカンダリーなんだよまあいろいろあります。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。